か時間がないのでね、今日はおツープができました。ワッフルを作っていきたいと思います。材料はホットケーキミックスをもう作っときました。時間がないので料理配信ですね。このワッフルメーカーがね、家にあったんですよ。ちょっとボロボロのワッフルメーカー見えるかな。これに油を塗っていきます。ふいふいふい、ちょっとねもう古いのでね、たっぷりめに塗りますよ。ワッフルメーカー、それでその中に入れていきます。はあ、もう本当にめっちゃ久しぶりに作るから大丈夫かしら。そう、寒いね。もう寒くなってきたね。本当に真ん中だけに入れます。入れすぎると溢れるみたいなので、入れます。皆さん祝日なのに朝早くからありがとうございます。よし、2つ、おお、トントントン。あ、スプーンはそのためにあるのか。昨日は早く寝ようと思ったのになかなか寝れなくて、お布団にすぐ入ったのに全然寝れなかった。これでですね、見えますか、これをします。それを蓋します。そして5分やっていきます。よいしょよいしょ。その間にですね、ちょっと目玉焼きを作りたいなと思います。目玉焼きとブロッコリー、ブロッコリーはもう洗ってあるので、おはよう。パルもね起きてますよ。元気だパル。ブロッコリーをちょっと温野菜作ります。ありがとうカウント。朝早くから皆さん本当にありがとうございます。ちょっとなんとじゃがいものポタージュがママ作ってくれてたので出来上がりました。そして温野菜は5、これからの仕事ありがとうございます。嬉しい、5時間とありがとう。何時に起きたい？6時20分ぐらいかな。よし、ではですね、ちょっと時間があるので目玉焼きを作りたいなと思うんですけど、私目玉焼き本当に作ったことなくて、私卵焼きはよく作るんですけど目玉焼きはほとんどないので、ちょっと挑戦してみたいなと思います。どうやってやるんだろう。なんかね、ちょっと調べたんですけど、とりあえず欲しいし、ありがとう。先に割っとくといいって書いた。ではちょっと待ってくださいね。目玉焼きやっていきます。ゆなさんが星投げてるとしたら捨て星、どういうことだ。お水ちょっとだけ入れるの。30次元いた。うわー、早い、ありがとう。目玉焼きがそうなんだけど、あんまり目玉焼きね使わなくて、水ちょっとだけ入れる。でもなんか聞いたことあるな、油も入れますよね。そりゃそうか。
よし、下にハムを引いていきたいと思います。あ、バービー先生、なんかよし、まず油を引きます。私の家はね、下にハムを引くんですよ。油引かないとこ行ったよね。もうちょっと引いた方がいいか。じゃあご飯作ってます。火加減注意。はい、弱火だね。ハムやったら、え、むずっ。2個あるからちょっと2回挑戦しますね。え、なんか怖いんだけどできるかな。卵焼きはだいぶうまくできるようになったんですけど、は、え、目玉焼きはできたことない。綺麗に焼いたことないんだよね。入れます。いけてるのかな。これなんか自分で抑えるもんなのか。この後ろのここに入れたい。これいけてるのかな。あ、なっちゃったなっちゃった。わーわー、忙しい忙しい。ちょっとお待ちよ。なっちゃったよ。もう終わってました。しよー振って、ちょっと今そんな時間じゃないんだよ。卵焼きもちょっと3つ、皆さんワッフルが出来上がりました。そこでちょっと水入れて、水する？オッケー、水、ほ、水入れて出しときます。じゃあ、はい、ワッフル出来上がりました。とりゃ、おーおー、わかりますか？ワッフルできた。どうですか？うまそうだね。おいしそう。うれしいうれしい。よいしょ。目玉焼きもうちょっと。ありがとう、来てくれて。ワッフル美味しそうだね。串は？お箸ってこと？え、ちょっと目玉焼きが本当に怖い。あ、綺麗に取れたよ。見てみんな、ワッフルできた。やった、うまいことできたぞ。完成です。おお、完成。いいですね。これにちょっとトマト、あ、どれか、あ、バターか。先バターじゃない？先バターをちょっと2個ぐらい置きます。なんか変だね。え、ちょっと待って、卵焼きいける？生きてるね。そしていいよ、蜂蜜かけます。できたぞ。できました。イエーイ。ちょっとね、どこだ、コンセントだけ見とかないね。はい、はい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 、すごい、できたぞ。おいしそう、うれしい。よし、そしてちょっとパルちゃんうるさいよ。ブッコロリーもできました。あ、目玉焼きだ、目玉焼き、目玉焼き、目玉焼き。
まだちょっと黄色っぽいな。あわあわあわ、目玉焼きを器に入れようか。あわあわあわ、塩こしょう、いい匂いしてる。歯の焦げた、確かに。そろそろ開けてみよう。あ、わかんない、まだ。でもこれ半熟だ、半熟ってことでいいんですかね。どうなんだろう、まだかな。どうですか、まだかな。ちょっとさっき適当に塩振っちゃったから、ちゃんと塩こしょうしとこう。塩、皆さんは何で食べる派ですか？塩？胡椒？ソース？ソースで目玉焼き食べたことないんですよね。いい感じ？もう少し？水は入れたよ。醤油、あー、醤油は食べたことある。ケチャップもあるんで、ケチャップの人多いね。醤油、もうでも半熟が好きだったらこんぐらいでいいんじゃない？どうですかね。蓋はさっきしました。もうちょっとしといた方がいいかな。ウスターソースで食べるんだ。あ、じゃあそろそろ焼き上げます。焦げるみたいなので。目玉焼きってこうやって作る。あ、うわ、黄身が壊れそう。ちょっと手で。お、できました、目玉焼き。お、できたんじゃない？意外とうまく。ちょっとね、どうですか、目玉焼き。プルンプルン。ここにトメイト、トメイトとブッコロリ、ちょっとのせるね、ないな。コロリー、野菜いっぱいに盛りすぎた、盛りだ。ブッコロリー乗せました。半熟です。やった、できた。あ、ソースに入っちゃった。よし、では準備準備。よいしょ。あ、すごい入っちゃった。何を目玉焼きにかけようかな。それが今すごい迷ってるところなんですが、どうしようかな。目玉焼きに何かけようかな。あ、皆さん15分になったんで最初にお願いします。お、お腹減ったよ。出口、お腹減りました。シンプルに塩コショウ。そうだね、塩コショウかけてそれでいいかも。よし、ではいただきます。あ、じゃあまずはトメロの方からいただきますね。うんうん、ベジファーストね。じゃあ目玉焼き出来立てなので食べます。これ、先割った方がいいかな。先割る。うん、割っちゃえ。いざ。ほっ、おー、いい感じ、いい感じに流れてきてます。いいね、いいね。ちょっと白身とねつけて、おー、食べます。いただきます。
これワッフルの上に乗せても美味しそう。あ、ブロッコリーも美味しいわ。安定だ。朝ごはんって感じ。鼻の上はですね、ちょっと寝不足でニキビができました。目玉焼きには塩コショウしてあります。手が止まらない。ちょっとハムあるからさ、一発でいきたいですよね。いただきます。久しぶりに食べて美味しいね。卵焼き、目玉焼き。完食。いやー、ハム美味しいわ。ハムが下になかったらいつも周りから攻めていって最後白身だ、あの黄身だけ食べる人なんですよ。ちょっとここにね、ママが作ってくれたじゃがいものスープもあるので。じゃがいものスープお腹にたまる。3週5時間とかにありがとう。本当だ、喫茶店のモーニングセット。うわー嬉しい。なんかじゃがいものスープ本当に美味しい。あったまります。最近朝寒いですね。なんか美味しい。じゃがいものスープのレシピ教えて。ママに聞いとかなきゃね。じゃあ、最初と50カウントお届けします。ありがとうございます。ありがとう。スープはこんぐらいにして、お目当てのワッフル食べていきたいと思います。蜂蜜をつけました。うわー、朝からワッフルとか久しぶり。何年ぶりだろう。ワッフルいただきます。すっごいとこ撮ってんな。ワッフルいただきます。サクサクって言ってれば結構中に粉がぎっしりだから、ぎっしりぎっしりのワッフルです。うわ美味しいな。朝から重いけどこれは全然食べれる。私余裕だ。出ました、余裕。
っちゃ鼻どうしたのって言われるじゃん。出口、寝不足になったら絶対ニキビできるんです。てへぺろ50カウント完了ありがとうございます。あ、でもしっとりはしてないかも。もうちょっと水多くしたらよかったかな。水？牛乳？時間とかにありがとう。寝起きです。次はメイク配信っていうか準備します。50カウントと一緒ありがとう。ワッフルメーカーいいよね。久しぶりに使ったけど。50カウントありがとう。ボブさんフル完了ありがとう。5時、いやー本当に朝から幸せだ。よいしょ。ワッフル久しぶりに食べていいなやっぱり。一緒に飯してくれて嬉しい。そうやって言ってもらえるの嬉しいね。なので皆さんブック本買ってチェックしてください。26日に発売されるので。よし、ランキング読もう。さっきのことはなかったことで。では13位コロワンさん、朝からありがとう。コロワンさん来てくれて嬉しいです。12位峠さん、はい、了解しました。いろいろとありがとうございます。来てくださって朝から。11位ガンズも来てくれてありがとう。次は8時からお願いします。8時半か。10位ルッツさんありがとうね本当に。ルッツさんも今日も一日よろしくお願いします。9位鍋似顔絵に出たでしょ、ありがとう鍋。8位ダラスさんもありがとうございます。今日も一日よろしくお願いします。7位ジュンもずっとありがとう、本当に嬉しいです。また来てね。6位マグマグも朝からどうもありがとうございました。朝ごはんしっかり食べてね。5位シロもありがとう。今日も一日よろしくお願いします。昨日も最後もマック来てくれたのにありがとう、朝早くから。4位サトルくん、サトルちゃん、あ
ありがとうございます。初めて団長で見ました。でも知ってます。ありがとうございます。また来てください。3位しゅうとくん。お、3位はしゅうとくん。朝絶対なんかしゅうとくんな気がする。私の勘違いだな。しゅうとくん3位。しゅうとくんありがとうございます。笑ってます。ありがとうしゅうとくん。2位ルンルン。ルンルン初めてじゃん。初めてルンルン書く。女の子は3人目ですね。まだ数えられる。ルンルンはね決まってるんですよ。よいしょ。タタ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 タ。はい、2位ルンルン。ルンルンありがとう、来てくれて。これからもよろしくね。ありがとうルンルン。そして1位はディクタスさん。ディクタスさん、ディクタスさん朝からありがとう。ディクタスさん、イエイ。朝ごはん一緒に食べたい。ありがとうございます。1位ディクタスさんありがとうございます。イエーイ、嬉しいです。よし、今回はこの上位3人の方の似顔絵を描かせていただきました。ありがとうございます。皆さんも朝早くから星投げと、よいしょ、投げカウント、そして参照してくださった方もありがとうございます。嬉しいです。本当に仕事行ってきます。行ってらっしゃいませ。本当に仕事ある方はぜひ気をつけて行ってまいってください。本当にちょっと味が気になる。嬉しい。うん、皆さんもお家にはフルメーカーがある方はぜひ。ワッフル美味しかった。3000人超え、ありがとうございます。嬉しいです。35時間と終わってありがとうございます。のりやんさん、うん、もういらめっちゃいります。まだ食べます。では皆さん、次は8時半から始まるんですけど、次はオンライン授業の目前ということで、メイク途中の出口をお届けするかなんかしたいなと思います。なのでぜひ皆さん見てください。あのメイクするので、でオンライン授業なのでちょっとオンライン授業用のメイクをしたいなと思います。だからちょっと違うメイクになると思うんですけど、ぜひ見に来てください。そう、ちょっと寒かったんだけど、さっきご飯食べたあの暖かくなっちゃった。あとは30秒ぐらいですね。皆さん、朝ごはんはパン派ですか、ご飯派ですか。私はなんやかんや言ってパンが好きです。そうです、今日はね朝からね、あの 1限目からオンラインなんで、カメラありのオンラインなんで、ちょっとメイクしとかないとね。この前めっちゃボソボソで出ちゃったから、さすがにやばいなと思って。この前ドスッピンのパジャマ出たんで、私夢は逃げないって書いて出てんで。やばいですね。では皆さん、祝日授業です。ありがとうございました。また会いましょう。またねー。